あの宇多田さんが出てきた時のなんか瞬間最大風速みたいな感覚ってリアルに感じてたので、それをなんかこうモチーフにしたら面白くなるのではみたいな。うん、八ヶ岳に住まれてるんでしょ。そうなんですよ。八ヶ岳です。山の中で。何がきっかけで？なんか30前半だったんですけど、潜った方がいいなと思ったんですよね。一番最初はどういうきっかけで、こんな感じの作品を作ろうって思いたかれたの？あのそれ言われて、ネットリックスの、はい、あのそれも同い年のプロデューサーがいて、はい、あの宇多田さんの曲をあのタクシーの中で聴いたらしいんですよ、はい、なんか彼なりに思うとこがあったらしみたいで、あの246のロイホに呼ばれて、あのこのノートにファーストラブ初恋矢印書いて20年、なんかこれでなんか書いてみたいな、うん、あそれが出発だね、雑な、へーロイホの雑な会話が出発点という、はい、そうでしたね。そうなんだ。でその段階でやってみようと思われるかどうかってどう判断されるんですか、うん、もう直感ですか、うん、なんか面白いなと思って、うん、あの宇多田さんが出てきた時のなんか瞬間最大風速みたいな感覚ってリアルに感じてたんで、はい、それをなんかこうモチーフにしたら面白くなるのではみたいな。うん、もともと当然聞かれてたんですよね。まあ同世代だから。そうですよ、全員聞いてたっていう感じですよね。時代には。でもちなみにこのなんか曲の歌詞みたいなものは、はい、こういろんな形でインスピレーションとして使われてると思うんですが。うんうんうん、組み込まなかったところとか、なんか無視した部分みたいなのと終わりになったりします。多分そのちゃんと追っていって忠実にやると、多分年上の男性ですよね、うん、きっとフレーバータバコ吸ってる彼氏がいて、うん、っていうことをそのままやっていくと、あの歌をドラマにしたみたいになってしまうので、そうだからまあインスパイアされて作った、そこの歌の本質みたいなことをキャッチしないと歌に頼ってしまうことになるので、まあ、それこそそういうことをそこに説明してるって感じ。うん、最初のアクションとして。確かにこれ元々の 曲だとタバコを吸ってる男の方とかちょっと大人感漂ってる雰囲気はありますよね。うん、でもあの作品だと確かに屋上で吸ってる、うん、少年感がちょっとないですよね。そうですよ、ね、そう、うん、あの簡単にワインを追加していただけたらもう手酌でなんならね、あ、はい、置いといていただいて、置いといてください。増えてる、なんかつながり大丈夫ですか？この影に置いてきますね。急に瓶が出てきてる、はい、この場も監督していただけると隠れてますよね。でもなん か監督で映像を作るみたいな時と、はい、脚本でただただその本を作るって作業をやられるって、これ全然違う多分モードですよね。違いますね。それってなんか、うん、もうこの時期からこっか今月はもうこもる時期とか、うんうん、この月は出張ってる時期みたいな感じで、うん、ザクッとこうこのそれぞれの時期ごとに自分がどの仕事をやってるかってのが決まってる感じなんですか？そうです。だから全く人に会わずに言葉を発さない日々と、はい、毎日100人ぐらいの一緒に書体を共にするみたいな日々とすごい楽さ。それ行ったり来たりするのって楽しいですか？なんかちょっとすごい混乱してアイデンティティクライシスみたいになったりしないのかな。でも海外に住まれてらっしゃるんですよね。はい、明日の朝海外に戻るんですよ。あらら、そうでしたか、はい、だから移動の間に
結構スイッチしたり。ああ、まあ切り替えはありますよね。うん。で普段は八ヶ岳に住まれてるんでしたっけ？そうなんですよ。あの八ヶ岳です。山の中です。あ、で今日こんな退屈な大都会に来ていただいて。そうですね。でも大体何割ぐらいで行き来してる感じですか？うん、だから撮影の時は全然あの東京にいるんですけど、はい、あの執筆中はもうほぼ誰とも会わずにずっと山にいます、うんっていう感じなんだよね。うん、こっから八ヶ岳でどれぐらいで行き来できるの？2時間ちょっとですね。あ、そうなの。うん。あ、じゃあ通えなくもないぐらいの距離感ですね。通いたくはないですね。たくはないです。でもいつ頃からその八ヶ岳生活、山生活みたいなの始められたんですか？もう8年目ですね。その前まで近くの深圳、この近くに住んでて。あ、そうなの。本当に。目と鼻の先ですね。へえ。何がきっかけで渋谷と深圳を捨てられたんですか？なんか30前半だったんですけど、なんか潜った方がいいなと思ったんですよね。うん、あのなんか上にどんどんキャリアとしてっていうより、なんか奥へ奥へ行く時期行った方がいいというか、そこでもう誰にも会わずに、あのそう映画のことだけ考えるっていうする時期を作ってみようと思ったら8年経ってしまいました。じゃあ引きこもるためにもう山に行ったっていう感じなんですね。そうですね。だから潜ってみようと思って、まずその作品に、はい、うん、た仕事、球をずっと打ち返してたような感じだったので、うんうん、でもその時はなんか具体的なこの作品にこうずっと取り組もうっていうのがあって、いや、その時一回、いや全部終わって、うん、ちゃんとで一旦手元で打ち返さなくちゃいけないものがなくなった時に、うん、はい、そうですね、自分の中に潜りに行ったっていう感じなんです。今思えばそうですね。何も考えてなかったですけど、あの急に行ったんで、はい、あの縁もゆかりもないところに、うん、うん、で行って正解だったなと思われますか？どうなんですかね。例えば今回のファーストラブみたいな作品とかって、うん、こういう大きい作品を作る上で、うん、その山の中で潜ってる時期っていうのが必要だったなって思われるみたいなことはありますか？うん、なんかその脚本に関してはそのあの、まあ、脚本のことだけを没頭して、そ何をが来ても大丈夫な状態にしておきたいなみたいな、うんうん、その書く脚力とか筋肉みたいなことをなんかつけておきたいなと思ったので、その長いのでね、ドラマなんて特にあのマラソンみたいなものなんで、それをこう書き切る短力みたいなのも必要な気がしたんで、それがまあどうなったか分かんないですけど、行ったからどうなったかっていうか分かんないですけど、うん。